はい、皆さんこんにちは、パネルグルフィッシュです。今回お届けしていくのはですね、ウィニングポスト8の2015、こちらの方の実況プレイをお届けしていきたいと思います。実はこのゲームですね、以前実況プレイをお届けしていました。その時はですね、ダービーを制覇するというのを目標にですね、2015年までのプレイをしたんですが、残念ながら目標は達成できないというエンディングを迎えたわけなんですが、今回はですね、もう一度ダービーに挑戦するということで、1985年から2015年までの30年間の間にですね、日本ダービーを制覇するという目標に向かってプレイをするということでやっていきたいと思っています。早速プレイの方していきたいと思います。で、最初の3年間、実はプレイの方しています。最初の3年間、特に見せ場らしい見せ場もなく、淡々とチュートリアルとかが続きますので、そのあたりは一通りプレイを終えた1985年からの30年間ということでご了承いただければと思います。というわけで、まずはですね、今持っている馬の情報ですね、簡単に見ておきたいと思います。まずこのパワチャンスズランですね、3歳馬牝馬なんですが、今のところ未勝利と。続いて桜豊王、これは6億で買った実在馬ですね、この後活躍に期待をしたいと思います。この桜豊王でですね、お金を貯めて、牧場の方を強く大きくしていくということになると思います。で、あとはですね、パワチャングルーム、パワチャンホルムというのが新馬ということになっています。で、例によってですね、自分で、配合した馬とかに関してはパワちゃんという冠名をつけていますので、桜豊王は買った馬なので、史実通りの桜豊王の名前で、登録をしていますという状況です。で、あとヨークに関しては、ホーヨクイーンと日照ダイヤ、これがですね、それぞれセクレファスターとバイスリーガルの、お父さんということですね。で、繁殖インバが2頭、3頭ですか。パワーチャン生還っていうのが、これは譲り受けた馬になりますけど、去年まで走ってた馬ですね。あと日照ダイヤと豊葉クイーンという3頭がいます。で、シュボバはいませんということで、プレイの方をしていきたいと思います。で、まずですね、1月の1週目、桜豊王が出走してるはずなんですが、そうですね、3歳新馬の勝利してますんで、このまま期待したいと思います。で、桜豊王の次戦が何かっていうと、ちょっと見ておきましょうか。桜豊王は2月の3週目共同通信杯ですね。じゃあまずはそこまで進めましょう。特にすることもないと思いますので、2月の2週目まで進めて共同通信杯ですね、見ておきたいと思います。あ、このパワーよしこさんと実は結婚をすでにしてましてですね、どうやらお子さんが生まれるということらしい。本筋とはあまり関係ないのでね、サクッと飛ばさせていただきましたけども、今お金が2億しかなくてですね、どう頑張っても牧場を大きくしたり、新しい馬を買ったり、あとは高価な繁殖シュボバと交配するための株を買ったりすることができないので、まずはこの桜豊川を、買った馬なんですけどね、活躍してくれるのは間違いない馬ではあるので、この桜豊川でお金を貯めるという作戦に打って出たいと思います。桜豊王は何番人気のされているか見てみましょう。3番人気ですね。早速見ていきましょうか。実はこのシリーズ、このチャンネルで前回お届けした第1シーズンですね、ご覧いただいた方、桜豊王出てたと思うんですけども、このセカンドシーズンでも桜豊王また買いました。実際桜豊王かなりですね、
活躍してくれてお金を稼いでくれたので今回も期待したいと思います。ちなみに、パワちゃん牧場パワちゃんファームはですね、赤い帽子ですね、6番勝負服は水色一色です。まあ、なんとかこの共同通信杯は制してもらいたいですけどね。黄色の帽子アムールコンサート、その後ろアグネス天山、この馬もこのグループ、すぐ後ろにイズミスターマイネルキャニオン、そのうちに共同通信杯3番人気ですけど、まあ、なんとか勝利してですね、この後のクラシック戦線に間に合えばいいかなというところですけどね。までおよそ10馬身宿みのない展開になりました。1番人気の釧路キング現在馬群の中ほどにつけています。さあ先頭はまだ7番エトワールブランド、まだ粘っています。桜豊王ほとんど差がありません。ブラックス、さあここで桜豊王が前に出ましたね。あとはこのまま逃げ切ってくれればいいんですけど、馬体合わせられてどうか。2番手は桜豊王、桜豊王差し返すか。さあ豊王差し返せ、豊王差し返せ、いっぱいか。桜豊王はいっぱいですね。豊王はいっぱいでなんとか3着に入選というところ。桜豊王は3着止まりというところですね。これが2戦目になります。桜豊王ちょっと残念な結果になりましたけど、まだまだね、豊王はこの後活躍してくれると思いますので、引き続き応援していきましょう。伊坂修三郎さんですね、この人は。美保新山ね、ちょっとね、美保新山と晴れるぐらいにはちょっとならないかなと思うんですけどね、まあ、ダービーまでに豊王が間に合えば豊王をダービーにね出していきたいと思いますけども、まずは3月2週目のアルメリア賞ですね、これに期待しましょう。このアルメリア賞を勝ってですね、オープンに上がっておかないと話になりませんからね。で勝ったんだろうか豊王は。ああ豊王はアルメリア賞は除外になったんですね。4月の3週目までちょっと出番がなさそうですね。ちょっとクラシック戦線はダービー含めて間に合わない可能性がありますね。まあ、競走馬をねご覧いただいている通り4頭しかいない、かなり厳しい状況ではありますので、お金がね2億円しかないので、ちょっと自利品何もできないっていう状況、豊王にね勝ってもらうしかないんですけど、それにしても共同通信杯3着馬の豊王が500万以下で除外になるなんてあるんだろうか。さあ豊王の次戦を確認しておきたいですが、まず1周進めてですね、繁殖牝馬のセール、いやー種付け優先ですね、お金がないですからね。種付けはもう配合評価と爆発力重視でつけていってます。なのでこの辺りだとジムフレンチあたりをつけますか。ダートバっていうのがちょっと気になりますけど、あとはまあ桜進撃つけときましょうかね。で日照ダイヤがいつもねちょっと戸惑うとこなんですよね。
まあ、ノーザンテイストは絶対つけられないんですよね、お金がないんで。そうなるとアンバー車台とかつけますか。で、パワーチャン星冠、今回実は初めてつけます。これといった馬はいないんで、ラインゴールドあたりをつけましょう。特に根拠はないんですけど、まずこのあたりをつけておきましょうね。で、肝心のお金を稼いでほしい豊か王の状況を確認しておきましょう。5月5週目、白百合ステークスですね。じゃあまずはそこまで進めちゃいましょう。白百合ステークス、まあ、勝ってくれると思いますので信じましょう。あとパワーチャンスズラン、勝ったけどその後負けて、まあ、ちらっと見えましたけど、豊か王は白百合ステークス無事勝ってくれたみたいですね。で、豊か王が、まあ広告入りたいってことなので広告入れましょう。でですね、種付け、10代パワーチャン星冠が10代だったんですね。じゃあもう一回つけておきましょう。ラインゴールド前回と同じくつけておきます。そしたらですね、しばらく特にないと思いますので、1ヶ月ほど進めさせてください。そうすると豊か王が戻ってきますので、豊か王の次戦ですね、確認していきたいと思います。8月5日第2週の小倉記念ですね。ちょっとこの重賞レースは重要ですね。菊花賞、まあ豊か王の適性からするとですね、厳密に言うと菊花賞に行くっていうのは適性ではないと思ってるんですけど、まあ、ちょっとね、その動向を決めるためにも豊か王の、レースを見ておきたいと思います。2番人気に押されてますね。で、もしここで、まあ、豊かを勝つっていうことがあった場合に菊花賞に行くのか、天皇賞小馬との対決秋に向かうか、それともマイル戦、マイルチャンピオンシップとかね、マイルの方に向かうかっていうのを決めていきたいと思います。さあ豊かをなるか、刺されるか、どうだ、残ったか、どっちか、ちょっと微妙ですね。さあどっちでしょう。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度どうだ、豊か王か、豊か王だな。よし、勝ってますね。なんとか辛くも勝利してますね。はい、重賞制覇ということで、まあ、3000万、4000万っていうところだと思いますからね、ありがたいですね。あ、豊か王の次戦だよね。新潟記念に向かうんですね、うん、まあいいでしょうと。で、他の馬がちょっとね、上がってきていないのが気になりますね。パワーチャンスズラン以下、今年のシンバですね。
豊か王にはお金をがっぽり稼いでもらわないと完全に自利品に陥ってしまうんで、まあ、豊か王に関して言うとね、活躍するのは間違いないんで、あとはもう怪我なく頑張ってくれるのを信じたいですね。で、あとちなみに動画のお届けする単位としてはですね、年ごとにやっていきたいと思ってます。なので、まあ今年だと1985年、でその他次回以降は1986年、1987年という形でお届けしていきたいと思います。で、まあ、今年はですね、今ちょっと見てもらってる桜井隆夫ぐらいしか有力馬がいないのでサクサク進んでいってますけども、まあ、有力馬がいっぱいいる年になればもう少し長くなっていくかなとは思ってます。まずはですね、年単位1985年ですね、きっちりとですね豊かおでお金を稼ぐということをやっていきたいと思います。でまたちょっとお金が増えてないですね。2億、今年の初めがちょうど2億ぐらいだったんでプラス2000万ぐらいですか。であとですね、桜井豊夫以外の馬なんですよね。パワーチャングルーム、パワーチャンホルム、この辺りが晩成遅めになっているので、まあちょっと今年度中のデビューは難しいかなというところですね。で一方ですね、今見てもらった通り桜井豊夫は天皇賞に向かうということになってますので、まあ、そこで天皇賞で勝ってくれるようなことがあれば、あるいは前走ね、いい走りしてくれるようであれば大変ありがたいなと思うんですが、パワーよしこさん男児ご出産でございます。まあ、ちなみに僕は結婚してるんですけど、まだ子供はいないので、このパワちゃんよしこさんの子供が僕にとって初めての子供になりますね。名前は何にしようかな。パワ、ちなみにこの主人公はパワちゃんっていう名前、ちょっと中国人っぽいんですけど、パワちゃんっていう名前なので、まあ、せっかくなんでね、パワパワにしときましょう。名前もパワ、名字もパワ、パワーパワーですね。はい、ということで、パワーいい名前だね。いやこの人本当にいい人だ。いいパワーっていう名前をいい名前だって言ってくれました。本当にありがとうございます。繁殖印馬のセールに行ってるお金の余裕はないので、まあ、残念ですけど、このまま先に進めちゃいましょう。ちょっと豊か王の、ね、調子の状態ね、見ておきたいんですけどね。朝比奈すみれさんの手の感じすごく好きだな。この感じ、さあ豊かを頑張ってもらいたいですね。
さあまずは豊王が何番人気に押されてるかですね。6番人気に豊王です。早速見ていきましょうね。さあ豊川いっぱいか。豊川もう早くもいっぱいか。ルドルフ強いな。豊川はちょっとダメか。皇帝シンボリルドルフですね。ここはやっぱり強い。ルドルフ強しというところですね。桜凱旋シンボリルドルフ天皇賞春秋連覇の偉業達成。今我々の目の前で新たな伝説が誕生しました。豊川王強しというところですが、豊川王は12着か、まあ、ちょっとまだ早かったですね、天皇賞に挑むには、まあ、ちょっと来年あたりはねちょうどいいタイミングになると思います。来年の豊川王にぜひぜひご期待いただければと思います。さあ、そういうわけでですね、進行していきたいと思います。パワーチャンスズランがちょっと上がってこないのと、ミサイバがねデビューがちょっと遅れてるってところが気になるところですね。おパワジャングルーム、3月の1週目に阪神で新馬戦デビューですね。はい、というわけでですね、ウィニングポスト2000ごめんなさい、ウィニングポスト8の2015セカンドシーズンということで、1985年のプレー、ご覧いただきました。シンボリル ルドルフですね、天皇賞秋で、桜豊王が挑みましたけども、まあ、完敗ということでしたけども、豊王はね実績ある実はザ・イーバーですので、今後にぜひぜひご期待いただければと思います。で、あとは自家製産馬ですね、まあ、こっちがメインになりますので、自家製産馬で日本ダービーに挑むというところについても、ぜひぜひ皆さんのですね熱い応援をよろしくお願いいたします。ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。